横須賀市街地より校舎を望む緑が丘女子、中学校、高等学校は、神奈川県横須賀市緑が丘にある私立中学校、高等学校、中高一貫教育を行うキリスト教、主義学校である。創立者の吉弘一が、女性の育成が新日本建設のもとであると志し、市政一貫を見学の精神として設立した学校である。 キリスト教の愛の精神に基づいた教育を行っており、月1回行われる朝の礼拝、週1回の聖書研究の授業がある。中学校では認可翌年及び翌々年に男子の入学生があり、男女教学の時期があったが、現在は中学校、高等学校ともに女子校である。高校は設立時より女子校であり、現在まで続いている。また、校則による 服装、頭髪検査や霊気作法などに厳しく、女性としての自立精神と他者への心配り、所作も美しい女性を育む。交渉は、使用から始まり成長してゆく、緑の葉が5枚重なったものである。この大小5枚の葉は、問いを重ねるごとに学力を磨き、協調性を大切に、伸び伸びと成長してほしいという願いを表している。校歌の作曲者は、宮原定治。 作詞者は宮沢昭治である。制服は、紺のブレザーに、チェックのプリーツスカート、ストライプのリボン帯またはネクタイをつける。2001年度入学者から、現行制服を採用した。1951年度から2000年度入学者までの旧制服は、紺のボレロとジャンパースカートに黒いリボン帯を結び、指定靴は黒のストラップシューズであった。 1990年代には夏服としてチェックのベストとスカートも追加された。それ以前は1949年から1951年までセーラー服が標準服として定められていた。ありがとうございます。